千鳥の愛席食堂で山形県の肘折温泉に行きまして、愛席食堂なのでほとんど愛席せず、私ね知らない人と喋るのものすごい苦手なんですよ。おそらく一緒についてきたディレクターが、ああこの人愛席無理だなと、じゃあ風呂につけて、なんか落語の話でもさせるしかねえとそう思ったのかもしれない。そこで随分もう1時間近く落語について語ったのが、そのほんの一部だけで、オンエアされたんですけどね。でその続きを、まあお話しします。続きというかもっと丁寧にね、あの落語は笑いは目的ではなく手段だっていうことを言いました。笑いは手段で目的がその先にある、非常識、それを楽しむようなその精神、それが落語なんですね。でこれね、へえと思うかもしれないけど、普通に考えたらコメディ映画、腹抱えて笑うようなコメディ映画とクスッと笑うようなコメディ映画って、で笑いの量から言ったら断然腹抱える方が勝ちでしょ。でもクスッと笑うだけのコメディ映画の方が心に残ったって場合もあるでしょ、ね、映画だったら分かるわけですよ、笑わしたもん勝ちじゃないから、ね、だから落語も、分かりやすく言うとそういうことなんです。それからあとね、古典落語の場合はね、お客さんはみんなご通過が多くなってくる、そうすると同じ話を何遍も聞いて、言ってるそのギャグも同じだしオチも同じだしね、飽きないんですか、一回聞きゃいいじゃないってこう思う人がいるんだよ。じゃあ歌は何だってことなの、歌謡曲何遍も聞くでしょ。津軽海峡冬景色、上野発の夜行列車降りた時、ああこの人はこうこうこうって知ってるよみんな。だけど、何遍も聞く、ね、サザンオールスターズの、そんな広志に騙されて、もう古い歌ばっかしですけどね、本当はもっと古い歌好きなんですよ、戦前の歌とかね、それはあの歌詞が好き、あのフレーズが好き、ね、あのメロディーが好き、何遍も聞きたいっていう、それと落語は同じなんです。そういうと、分かりますよね。あと落語の中には古典落語と新作落語がある。だからより現代を語るんだったら新作落語をやった方がいいでしょっていう人がいるんですよ、ね、新作も素晴らしいのありますよ。だけどね、まあ、これ言うと笑点司会やってる笑点さんがね怒るんだけども、怒るたって本当のことだからね、本当のことかどうか私はそう思ってるってだけなのかもしれないけど、新作落語のマイナスっていうのはね、あれ古典落語のスタイルなんですよ。着物を着て座布団の上に座って扇子と手ぬぐいを使って、語るっていうのは、あれは古典落語のスタイルなんだ。で現代を語るには現代の、そうすると一世尾形がやってるような一人芝居みたいになってくる。だって着物着て、もうその時代で現代語ったらおかしいでしょ。今の人着物着てないもん、テレビで着物着てるのは私ぐらいのもんだもんね、だからあれは古典落語のスタイルの中で現代を語ろうとしてるから、あのアナクロに聞こえてしまう。でそれを打破するために翔太さんなんかナンセンスナンセンスで、それを感じないようなナンセンスな新作を作るから、それはそれで正解なんです。あとね、古典落語だってできた時は新作じゃないかっていう、これがまかり通ってる部分があるんだけど、これは大きな間違い。古典落語もできた時は新作じゃない、古典落語ができた時から古典落語、と思うかもしれないけど、クラシック音楽、
モーツァルトはできた時からクラシックです。新曲で終わってしまうっていうのは、その時流行る流行り歌、流行って消えていく、残る歌っていうのは誕生した時からクラシックだから、未来英語ずっと残ってる。それがクラシック、日本語でいうところの古典なんです。だから古典落語はできた時から古典なんです。ここを間違えちゃいけない。それは古典落語ができた時、新作もいっぱいありますよ。それで、流行りでされたものはその中で淘汰されてって、残ったのが、古典落語として江戸時代から今日まで、伝わってくる。で、金属バットじゃないけどね、三桁も前のお笑いをやってっていう、確かにそうなの。笑いなんかずれまくっちゃってるはずですよ。でも笑いは手段で、江戸時代にできた笑いをそのまんまやってるんじゃない。落語の場合は笑いではなく、その本質なんだ、人間の業であったりね、欲であったりね、人間のその本質、これは原始人は別かもしれないけどね、そんな江戸時代からね、価値観だとか、その、ジェンダーの問題だとか、それでいろいろ変わってるけど、人間の本来持っている、もっと言うと日本人の持っているその優しさだとか情だとかね、義理人情だとか粋だとか、特に粋だとか詫びとかサビなんてのは非常に抽象的、英語に訳しようがない、外国の人に説明のしようがない。粋はスマート、かっこいいじゃ、スマートではないんですよ。粋ってなんだか分かんない。でも日本人にはなんとなくそれは分かる、個人差はあるけどね、それっていうのはさほど変わってない。それをベースにやる、だから古典落語やる人は多いんですよ、新作よりも。それは未来英語変わらない、いや、いつか変わるかもしれない。それが分かんなくなった時に日本人の崩壊が始まるんだとは思うんだけども、今のところ、落語なんか聞いたことがない若い、方でも、本当に上手い人の、面白い人の落語を聞いて、あ、落語結構面白いなっていうね、そう思うっていうことはまだまだ伝わるってことだ。もちろん思考ストップする言葉はいっぱいあるんだ。だから腕のない落語家がやってしまうと思考ストップさせちゃう。今の言葉何だったの、今何何、全部止まってっちゃう。だけどそこはね、我々日本人ってね、洋画をね、字幕を見ながらこうやって楽しめる、そういう頭の良さあるでしょ。だから全部分かんなくてもいいんですよ、物語の 100% 分かって聞く、理解することはない。半分から6割分かればね、大体のことは分かる。吉原ってものはなんだかよく分かんないけど、でもそこに花魁がいてね、客がそれを、買いに行くってぐらいのルールさえ分かれば、細かいシステムはいらない。だ、小学生には無理ですよ、ね、小学生にだって女性を買いに行くって言ったら何のことか分かんないわけだ、そういう子供たちには無理だけど、ある程度の大人だったらそういうのは分かるわけでね、水がめったと分かんない。だけど、あ、昔の人はなんかこれ水飲んでたんじゃないのって、なんとなく想像が、つきゃね、わかるんですよ。だから、古いかもしれないけど、それをベースに人間の本質をえぐるわけ。で、M1 のね、漫才師だとか、R1 のコント、ああいった人たち以上に面白がらせる。ギャグを考え、それをたった一人でやっていくっていうのが落語なんだ、いい落語を聞くとね、ほんとすごいと思うよ、私のチャンネルの中で他で喋ってるけど、立川談志の落語を聞いた後に、ラスベガス行って王とかかっていうすごい勝負に行った、確かにすごいね、だけど男子の落語がすごかった。たった一人でやっている、老人がやっている落語の方がずっとすごかった。それだけのものの落語は あるただしダメなやつの落語はもう拷問、それがね、悲しいからね、こんなこと言うとまた敵つくんで、9割近くはダメだと思うね、今いる落語家の。それ若手はしょうがないよ、まだ修行中だから。若手はしょうがないけど、9割はね、向いてないんだな。そういう意識もなくね、今のお笑いの連中と
戦おうなんて気持ちもないしね、教わった通りこうやって、それが本当に、落語協会の会長の柳亭市場さんのようにね、昔のね名人の香りをこう醸し出してやれるような人だったら、それはそれで素晴らしいんだけども、役者にもなれねえ、お笑いの才能がないから漫才もコントもできない、まあ落語だったらなんとなくできんじゃねえかって、そうやって入ってきたやつがね、大して努力もせずね、右も見て左も見てみんな同じようなやつが安心しちゃうんですよ。さあ、漫才やコントだとどんどん売れてくるじゃん、みんなテレビで、売れないとみっともないもん。だから落語家はほとんど売れてないから、みんな、ああね、テレビの連中と、違うよとか、ああテレビなんか出てる志らくだとか、あれは魂テレビに売ってんだよ、なんてそうやってね、自分たちを否定する正当、ダメなやつって本当自分をね否定することはできない、自分を何らかの形で正当化してね、それで生きてる、だそういったの多いんだよ、落語界には。だから社用な、本当は昔だったらね、ダウンタウンだってね、さんまさんは元から落語家だけど、ランジャタイにしたって金属バットにしたってね、みんな落語家になってるはずなんだ昔だったら、まあ、漫才もあったから漫才になってんだけど、本当はそれ何割かはこっち来てるはずなの、向こうにもほとんど元会社だ、だからそういった人たちがね、こっち来てれば落語だっていいんだけど、よそ落語家の仲間がまたいなくなっちゃうから、まあいや元からいねえからいいか。あともっと具体的にね、落語のね面白さ、それは名人の落語を聞きゃいいんだけど、ひどい話があるんだよ。例えば小金持ちなんて話はね、ケチンボがね金貯めてね、もう自分の死期を悟って、その金を全部持ちに来るって飲んじゃう。で地獄まで金持ってっちゃうと、その隣のやつが覗いててね、死んで、あこいつ金を持ちに来るって飲んだから焼き場持ってて骨上げた時さらっちゃおうって全部自分のものにしちゃう、そういう話だ。でこの普通考えたら悪いやつでしょ、そんなこと、泥棒だよね、最低だよね、天罰下る普通だったら。この落語のね最後はね、この男がそのお金をもとに目黒で餅屋を開くと、誰言うとなく小金持ちと言って大層繁盛したという江戸の名物小金持ち由来の一石、それで終わっちゃう。こんな悪いことしたやつが、ね、成功したっていうね、これが楽の凄さ、楽だって話もね、まあ、これも、死んだ人の話なので、楽だって悪いやつが死んじゃうんだ、服に当たって、で主人公は死んでる、それでそこにたまたま来た兄貴分がいて、これが乱暴で、そこにクズ屋が呼び込まれて、金がないからこいつの通夜ができない、こき使われるわけで、大家のとこ行って酒持ってこい、煮しめ持ってこいと、そう大家は冗談じゃねえ、誰かラクダの通夜なんか協力するかっていうと、ラクダの死骸をねずるずる引きずってね踊りを踊らせる、それで大家がすいませんっつって全部持ってくるみたいな、もうめっちゃくちゃな落語ってのは本当は、粗骨長屋なんて話はね、自分の友達が死んでると思ってね、浅草の観音様の前でうわーって家帰ってきて、その死んだ当人に向かって、お前浅草で死んでるよって、もうそぞっかしい究極のやつ、え何、いや今俺浅草行ってたら、行き倒れ見たんだ、したらそれはお前なんだよ、お前今浅草死んでるよ、そう こいつもそぞかしいやつで、兄の前で俺死んだような心持ちは死んでて、お前初めて死んで死んだ心持ちなんか分かるわけねえだろっつって、で一緒に死骸を引き取りに行くっていうね、もうそういうすごい話で、誰が考えたか分かんないけど、寿元無寿元無五根のすり切れとかそんなばっかじゃないんですよ。まあ私の落語は、男子の落語なんだか、名人の落語をぜひ聞いてください。